人が大勢いる。全員パンティオンのようだ。入れそうか？もう中に入った。制服を探してる。また報告を。あいつでいいか。おい、ようやく戻ってきたな。マーシャル、制服に着替えた。これから偵察に出るところだ。しっかり聞こえてるよ。奴らのサムサイドが見える。装填済みだ。ミサイルに爆薬を仕掛ける気か？かもね。それか装填してない弾頭に仕掛けて取り返させるとか。そんなことしてくれるお人よしがいればいいが。選択肢の一つだ。かなり大きなレーダーアンテナがある。ああ、それも対処しないとな。アンテナに爆薬を仕掛けるか。それか電源を絶ってもいい。発電機につながっているはずだ。他の選択肢は？誰かがあそこの監視室に常駐してる。雑談してみてもいいか。ヘリがゲートで囲まれたエリアに着陸した。爆薬を仕掛けられるかも。近づければな。ちょうど奴らが給油してる。燃料に何か仕掛けるのはどうだろう。少し水を足してやってもいいんじゃないか。あそこに警備室がある。中にいる警備員を誘導できるかも。他の選択肢は？どうだろう。奴らは貨物を積み込むところらしい。利用できそうだ。好きにしたまえ。3箇所全て無力化したら俺たちの出番だ。セブ、クレードルがあったら教えてくれ。その基地のどこかにある。鍵なんか私の魔法ですぐに開く。おはよう。姿を見られた。騒ぎになる前に対処しろ。持ち場に戻れ。電力がなければ奴らのレーダーは役に立たない。レーダーの電源ボックスに爆発物を仕掛けた。これで俺たちに気づけない。次はヘリとサムサイトだ。順序は任せる。
だ。ヘリの燃料に混ぜられれば奴らを邪魔できる。聞こえてるか？聞こえてるぞ。状況を報告しろ。問題なし。了解。他のコンテナの中だ。場所がないのにどこに置けって言うんだ。死体を残すわけにはいかない。不発弾を交換してもらえ。
サムサイトに爆薬をセットした。やるな。次は奴らのヘリを無力化しろ。セブ、ヘリに向かえ。Thank you.
マーシャル、ヘリに仕掛けをしておいた。いいだろう、気に入った。今ので最後の目標だ。兵器はないな。警備室があるはずだ。内部のカメラ映像で兵器を特定できるかもしれない。そして俺たちが殴り込む。セキュリティ端末があった。待機しろ。別の暗号コードでロックされている。時間？はい。汚染のリスクは？リスクは私が判断する。司令官、その もうここに用はない。兵器を出荷した。次は CIA やソビエトに気づかれずに脱出する。分かったか？はい、司令官。この辺りは静かだったけど、それも時間の問題だろう。ついてこい。悪い知らせがある。言ってみろ。奴らが武器を動かした。ハロー自身が確認を。ジェーンがいるのか？監視映像で彼女を見た。おそらく地下の研究室だ。嘘だろ。作戦変更だ。手ぶらでは帰れない。ここを破壊してハローを捕獲するぞ。聞きたいことがある。地下へ行く道を探す。これより移動する。
セブ、レーダーをオフラインにしてくれ。任せとけ。
橋の向こうの小屋だ。戦いながら行くぞ。張っておく。よし、フェリックス、俺たちはハローを探す。フェリックス、音声が悪い。聞こえてるか？問題なく聞こえてる。ジェーン、何のつもりだ？何をしてる？武器を捨てなさい。私はお前たちに対処できる。それはどうかな。ケース先に行け。前方にパンティオン。後に続く。時間稼ぎを許すな。相変わらずしぶといな。だがお前の手には負えない。怪我をする前に引き返すんだ。さもないと。さあ急ぐぞ。
ことを拒んでいる。何が起きてるのか分かってない。伝えようとしたのにお前は耳を貸さなかった。トロイ、今なら戻れる。生きたまま返してやろう。そのセリフそっくり返す。お前の勇気にはいつも感心していた。だからとても辛い。無駄にできない。よし、手分けするぞ。ケースは左を、セブ、俺に続け。ケース、聞こえているな。トロイが選んだ道をお前も歩む必要はない。お前には才能がある。こんなところで無駄死にするな。セフからここのことを聞いたんだな。どうせ口を割ると思っていた。しかし異常な状況では普通じゃ考えられない仲間ができると分かっているだろう。お前を尊敬しているんだ、心から。仕事を全力で全うする信念を持っている。もはや信じられないだろうが、私も同じだ。
捉え方が違うだけだ。つまり兵器の種類がお前の判断の基準なんだな。価値観を守るために形式を気にするのか。その兵器で一人が死んでも二人の命を助けられるなら。おい、落ち着け。私を殺しても無駄。もう後戻りはできない。俺にはできないって決めつけるな。フェリックス、準備しろ。ルークに戻るぞ。ゲストも一緒だ。地下では運が良かった。イエダイス・ザイネス・グルクシュメット。運とは各個人の行動の結果だ。もちろんカルモも例外じゃない。俺たちは兵器の行き先を知らない。ジェーンが話せば幸運だと言えるだろうな。話せばね。いずれにしろジェーンは話す。まあ見てろ。帰り道はギロチンの下に寝かされたような気分だった。いつ歯が落ちるかわからない。連れて帰っているこの人物は誰だ。一言も話さず、私はあなたの知らないことを知っているというような笑みを浮かべている。以前はそれが魅力的だと思ったが、こうなることを予想すべきだった。彼女は変わりつつあったが、俺は変われなかった。その違いはわからない。とにかく俺には理解できないんだ。動機がな。彼女は愛国者で CIA に勤めていた両親の後を継ぎ、彼らの働きに感銘を受け任務を信じた。そして期待に応えたんだ。何か見落としているのか。いつまでやってるんだ。あいつは口を割らない。そう焦るな。問題発生だ。ハローに手こずっているんだろ。驚きだな。彼女は腕に何らかの装置を埋め込んでいた。フェリックスは追跡装置だと言っている。ここがバレたのか。そう考えるべきだ。だったらここを出よう。あいつを別の場所へ。いや、移動してる時間はない。ここで迎え撃つ。パンテオンにハローを渡すわけにはいかない。その前に口を割らせるんだ。話すとは思えないけど。切り札があるから俺に任せてくれ。ただ準備に時間がいる。それでいいな、マシェル。やってくれ。他の者はこの家の守りの強化だ。やり残したことがあるなら今のうちに済ましておけ。尋問を始めたら長丁場になるぞ。